浅い眠りから私は目を覚ました。私の目に映ったものは、窓から飛び込んでくる暖かい日差し。海鳥たちの飛び交う姿。そして、セントラルアイランド。私は来週からこの島にある大学へ通うことになっていた。トンネルを抜けた先にはセントラルアイランド。新しい土地での新しい生活が始まるはずだった。セントラルアイランドって最近雑誌で住みたい街ランキングの1位になってなかったっけ？うん、お店もいっぱいできたみたいだし楽しみ。私ここの学校に入ればよかったな。え？だって近くに遊べるところがいっぱいあるじゃない。もうあんた何のために学校？この春から私も大学生。とにかくアルバイトをして学費を稼がなきゃね。ねえママ、お腹すいたよ。あら、目が覚めたのね。向こうに何が食べたい？ね、ハンバーガーにお寿司。じゃ、私もお腹減ってきたな。着いたら何か食べ。今日だけはカロリーを気にせず食べまくろった。そういえば思い出した。セントラルアイランド。なんだよ、もったいぶるな。この島を建設した会社、最近社長秘書が自殺。え？会社の金を横領してたのがバレて自殺したとか。他にもその。そんなことがあったんだ。島に着いたら調べ。もうすぐ島に着くわ。これから4年間この島で暮らすんだ。息してない。あ、逃げない。なんてことだ。この役立たずめ。もしもし、私だ、モーリータだ。もしもし、繋がらん。どいつもこいつも使え。あのモリタっていう人。ラジオが壊れてしまったみたい。落ちてる。この人のものだったのかな。中身は何も入って。このリュックどうしようかな。きっと役に立つはずだし、持って。誰かい。てくれた。助けて。動けないの。車がどんどん重くなってきてるの。このままだと私…車を持ち上げるための道具を探してきます。車を運転してたら突然ハンドルが取られちゃって、気づいた時には車の下敷きに。もしあなたが助けてくれなかったら今頃…困った時はお互い様です。ありがとう。あなたが来てくれてよ。それにしても一体何…大きな地震が起きたみたい。そうなんだ。他に誰もいないのかしら。そうだ、あなたの前にも足音が聞こえたんだけど、それってさっきの…気づいてたはずなのに見捨てるなんて。確かにそれはひどいですね。あなたもそう思うでしょ。私本当に…それにしても大きな地震だったわね。ここにずっといるわけにもいかなさそうね。あ、そうだ。私の名前はサキ。本庄サキ。牧村里奈です。よろしくね。とにかくここから出ましょう。ごめんなさい。ちょっと…それじゃあ…ありがとう。おかげで少し落ち着いてきた。そういえば牧村さんって年はいくつ？見たところ私より…18歳です。そうなんだ。私の4つ下か。それじゃあ年上の私がしっかりしないとね。うん、だいぶ楽になったわ。そろそろ行きましょう。の穴、瓦礫をどかせばくぐっていきそうね。重そうだけど2人でならなんとか運べるかしら。せーの。ここまで来れば。こんなこと一体どうなってるの？まずは避難所に行ってみませんか。確かこの辺りだと中学校が一緒に避難所に行かない。一人で。そうですね、一緒に避難所に行きましょう。うん、じゃ。ちょっと待って、あなたが渡っちゃったんなら怖いなんて言ってられないわね。よいしょ、見て、あそこ人がいるわ。こんな時に車に乗って、おーい、こっちやーあ、行っちゃった。私たちも急ぎましょう。もう聞こえないみたい。やっぱり西第三中学校でいいのね。ここからならあっちの方から行けるわ。本庄さん、怪我はないですか？ええ、大丈夫よ。さあ、気分を切り替えていきましょう。何？歌上手なんですね。ありがとう。それなんていう曲ですか？タイトルはまだ決めてないの。本庄さんが作った曲なんですか？うん、まあね。さあ避難所に行くわよ。